シュタットハーゲンは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、シャウムブルク軍の市である。同軍の軍長所在地であり、ハノーハーの西約4 0キロメートルに位置する。歴史上、宮廷所在地だった時代があり、短期間ではあるが大学が置かれた時期もあった。この都市は、民伝とハノーハーとの間、シャウムブルク軍中央の連邦道 B65 号線沿いに位置している。 南は、ベーザー山地地方の染み役にあたるビュッケベルク山が隆起しており、北西には、シャウムブルクの森がある。シュタットハーゲン市は、以下の町からなる。ホルシュタイン・シャウムブルクハクアドルフ三世は1224年頃に、インダゴ・コミティスという名の入植地を建設した。やがて重要さを増した、この集落は1244年に、 キビタスイカストラムとして文献に記録されている。1287年にグレバナベシェイガンと改名され、1378年に最終的にシュタットハーゲンという名前になった。シュタットハーゲン上この都市の歴史初期におけるハイライトは1344年の都市圏の授与である。1400年頃に石造りの防衛施設が建設された。家畜市場の塔。 上官の消灯、紙壁の一部が残されている。1501年に石炭採掘が始まった。これは1961年まで続けられた。シャウムブルク博家は1534年から1538年にかけて中便源の建築家、イエルクウンカヤに現在の上官を建設させた。上官は古い城塞跡に建設された。1559年。 ルター派を信仰する白夫を4世がシュタットハーゲンに宮廷を構えた。アンツプフォーテは当時のオーベルン島は前に設けられた。1607年、シャウムブルク博エルンストは宮廷をシュタットハーゲンからビュッケブルクに移した。2年後に聖マルティーニ教会の裏手に白家の描書が設けられた。1610年にギムナジウムイーラストラが創設され、 1620年には大学に昇格したが、その後すぐにリンテルンに移転した。オーベルン通りとニーデルン通りは1825年に運河化された。1847年に鉄道ハノーファーミンデン線の建設が始まり、この時に現在の駅舎も造営された。1864年に街灯が設けられた。この時はランタンであったが、1899年に ガスト1955年に伝統に変えられた。19世紀末、土イは小立を有する公園施設に作り変えられた。1917年、PA レントラープ社がシュタットハーゲンに拠点を構えた。君主制の終焉により1918年にシャウムブルクリッペ州が創設された。他のドイツの都市と同じく、シュタットハーゲンにおいても、 ユダヤ教のシナゴーグは1938年11月9日に国家社会主義者らによって放火された。ユダヤ人排斥運動はユダヤ人市民を公共の社会生活から追放した。ユダヤ人商人にエリアスリオンは旅重なる不買運動の末、1938年にアーリア化され商人トーマスがこれを引き継いだ。第二次世界大戦中、この年は 空襲を免れた。1945年4月9日、シュタットハーゲンは抵抗することなくアメリカ軍に占領された。こうしてこの街は戦争被害を受けることなく保存されたのである。シュタットハーゲンは1948年に新たに創設されたシャウムブルクリッペ軍の軍長所在地となり、1977年に 新設のシャウムブルク軍の軍庁所在地に改められた。市町村再編では、1973年に周辺町村を合併して、その人口は2万3000人に増加した。1982年、旧市立ブルワリーの跡地に新しい行政庁舎が建設された。1980年から1990年に市内中心部の道路やマルクト広場が、 歩行者専用地区に改造された。シュタットハーゲンにおける石炭採掘は1501年に始まった。1902年にシャウムブルクリッペ港ゲオルクによって落成されたシュタットハーゲン近郊のゲオルク港の建設により、この地の工業は最盛期を迎えた。ここには当時の最先端技術が投入された。蒸気式巻き上げ機を備えた機械室である巻き上げ等、 新井誕生、発電所、事務所に併設された食堂や高校浴場、さらには給水塔や様々な作業場が設けられていた。1925年には、校内の深さは353メートルに達した。ゲオルク校では、約2600人の校府が働いており、この他に64人の管理、事務職員がいた。1950年代に入ると、ベッケドルフ、 アウハーゲン、デューリングハウゼン、ブリングハウゼンの最短量は、目標値を達成できなくなり、採算が取れなくなったため、1960年に、プラザグシャ廃坑を決定した。これ以後、ゲオルク港は、産業遺跡となった。かつてのコークス製造所の貯炭庫は、老朽化のため取り壊された。シュタットハーゲン製マルティーに協会シュタットハーゲンの、死議会は35議席からなる。 シュタットハーゲンの市長は2014年からオリバー・タイスが務めている。シュタットハーゲンの大紋章、シュタットハーゲン氏の紋章は銀の盾の中の三本の塔を持つ赤い壁が描かれている。開かれた門には銀のイラクサの葉を描いた赤い小立てが配されている。塔の屋根の上には金色の装飾がある。窓はすべて黒く塗られている。壁や 塔の屋根などの目地は黒く塗りつぶされている。大紋章では縦の上に3本の塔を有する灰色の壁上巻をいただく。冠の壁の門に見られる閉じた扉は泡褐色である。この紋章の原型となった最も古い詩の印象は1324年のものである。イラクサの葉はシャウムブルク博の家紋である。これはシャウムブルク博の本拠地である。 ベーザー渓谷のネッセルベルクに由来する。郷土博物館が入っているアンツプフォーテ、旧市長社風志士やユーモア氏のためのビルヘルムブッシュ賞はビルヘルムブッシュの故郷に近いスタッドハーゲンで毎年授与される。主催者はシャウムブルク軍、シャウムブルガーナハリヒ店シャウムブルク貯蓄銀行である。車の場合、ミンデニアハノオファーへは 連邦道 B65 号線経由で行くことができる。アウトバーン A2 号線までは約15分の距離である。鉄道ハノーファー民伝線のシュタットハーゲン駅は、ハノーファーブラウンシュバイク方向及び民伝レーネ方向へのレギオナルエクスプレスが1時間間隔で発着する。その間を民伝ハノーファー間のハノーファーエースバーン S1 系統が運行している。 1897年9月4日から1930年6月20日まで、馬車鉄道のシュタットハーゲン路面鉄道が駅と市内との間を結んでいた。この路線は、ドイツ最後の定期馬車鉄道であった。この路線は、その後バスに置き換えられた。2007年9月現在のシュタットハーゲンの失業率は8.8%であった。この値は、 シャウムブルク軍で最も低い値である。ありがとうございます。